ありがとうございます。黒木です。今回ね、今までの動画レビューはカナレっていう、こう一番ベーシックっていうかさ、なんかみんな持ってる、そう、初心者の人も上級者の人もみんな買っとけみたいなケーブル、カナレ。スタジオも大体じゃん。そう、スタジオも大体そうだよね。ここに繋がってんのも全部そう、はい、このミキサーとかに繋がってる、ね、そうそうそう、そうそうそう。で、あとスタジオさんの店員さんにね、シールドを貸してくださいっつって大体カナレが出てくるっていう、まあ、そんくらいこうフラットな感じっていうか、癖がなくて使いやすいよっていう振り込みの、まあ、シールドなんだけど、値段もいい、いい、値段はいい。俺も初心者の人まずこれ買えって思うの。よくあるのはさ、うん、ライブ会場とかさ、はいはいはい、あれみんな使っててさ、うん、俺これ折れんだっけみたいな。ない。あ、なるほどね。みんなかなり使ってるから。そうそうそう。あれ、あの人も使ってて、なんか汚いんだ。あ、楽屋って、楽屋は汚いね。で、ちゃんと分かるように、うん、目印つけないと。ああ、そうね、分かんない。そうだね、だからちゃんとここにね、ちょっとロイヒって名前書いておかないと。そう、カナレだけ持ってれば、とりあえずシールドは OK っていうくらいのこの鉄板なんだけど、まあ、今まではそれで撮ってたんですけど、でも僕らも実はお気に入りのシールドっていうのがありましてね、それなりにこだわってるシールドがあるんですよ。僕のこだわりのシールドなんだけど、これは、親出の G スポットっていうね、覚えてるかな、結構前にね、このロイヒと2人でスタジオに入って、エフェクターボードの紹介とかをしてもらったんだけど、その時にこのシールドをね、俺が自分のエフェクター紹介するっつって弾いてて、なんかいい音なんねえなっつって、そしたらロイヒがこのシールドを貸してくれて、弾いてみたらめちゃめちゃいい音になったと。それにあまりに感動して、そのままその場で買い取るっていう。うん、言った。だから俺、だから俺のだよ。そう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 。そう、それをそのまま2本5000円で買って、で、今でも俺のお気に入りとして使ってますっていうね、こう親出の G スポットっていうシールドなんですけど、まあ、これはね、とにかくね、中低域が強いマスというか、うん、うん、まあシールドの考え方って、線をこうやって通していくと絶対音は減衰するんですよね。ギターからアンプにシールドを通すと絶対減衰するんだけど、じゃあどこにフィルターをかけてその残すというか、そう、そういう考え方なんだよね、うん、だからこのシールドは中低域をしっかり守るみたいな、うん、減衰しないみたいな、そういうので結果として中低域がすごい強くなるみたいなね。で、俺はやっぱりこうギターを始めた時のこう一番のギターに何を求めてたかっていう話ですよ。こうね、ギターのこうブリッジミュートをさ、こうやってとかでやった時に、このズン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 ってさ、こうアンプのブリッジミュートした時のアンプのズンズン感みたいなのがいいから俺はギターを選んだわけ。ってことはブリッジミュートが気持ちいい音じゃないと俺の中ではギターじゃないんですよ。それも相当なこと言ってるよ。すげえ偏ってるよね。で、これがレコーディングしてるとそんなに分かんないんだけど、こう生で鳴らすと全然違うわけよ、この G スポットの音が。っていうので俺はもう G スポットに感動しちゃって G スポットを使ってます。で、はい、そのロイヒのお気に入りのシールドがこいつっすね。これも親入れ、親入れ、親入れ大好き。うんうんうん。 QAC222G もうちょっとなんか呼びやすい名前欲しいねっていう、うん、シールドっすね。うんうんうん。これは音の特性としてはどんな感じなの？なんかね、別に癖はない。あ、逆に、逆に癖はないし、うんうん、で、個人的に結構高音域に寄ってるようなイメージかな。はいはいはい。じゃあギターの、ギターの美味しいところを結構なんか、うん、出してくれそうな、まあ、別に可もなく不可もなく、うん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 、イメージです。はいはいはい。バランスがいいんだね、つまりね。な気まし、気はする。うん。じゃあまだなんかもうこのパワー系の G スポットに対してフラット系の QAC と、で、さらにこう定番の定番のカナレということで、ちょっとこの3種類を、まあシールドの比較っていうのはね、こういろんな YouTuber の方とかやってると思うんだけど、親出にねスポットを当てた動画ってあんまりないと思うんで、でも俺らはすごい親出がね、親出シールドすごい好きなんで、ちょっと使って、親出さんは秋葉の本店の親出電機さんに通わせていただいてガチってことね、ガチ勢ね、親出ガチ勢なんで。シュアの57でこうアンプにマイキングするんだけど、まあ、どこまでね感じてもらえるかはちょっと分かんないんだけど、
やってみようと思いますね。はい、はい、じゃあちょっとそこ早速やってみましょう。この3本で今日はやってきます。よろしくお願いします。はい、はい、
どうでしたでしょうか。ちょっとね、あのサンプル数少なめに言ったんだけど、セミアコのハムだけでっていうね、リアだけで、マーシャルだけでっていうシンプルな感じではあったんだけど、こうシールドの違いっていうのをね、分かるにはもう十分なんかサンプルは取れたんじゃないかなと思って、あのもう弾いててね、クリーンの方が結構俺違う気がしたのよ。全然違うね。クリーン違ったよね。全然違う。あの歪ました時はね、あの 今パッと聞いてる限りは、ね、あのクリーンほど大きな違いはパッと聞きではそんな分かんなかったんだけど、クリーンはもうあの、また別物だよね。別物だね。まずあかなり弾いたじゃん。でかなりを弾いた後に、あのかなりがどうかっていうよりはかなりが基準だからさ、一番最初ので、かなりに対してどうかっていう話だと思うんだけど、かなりを弾いた後に G スポット行ったでしょ。急に音元気になったよね。うん、あのパワフルになったっていうか、うん、音圧増したというか、音量変わったくらいの聴いてる側は勢いがあって、太くなった、太くなったな、そう、まさに太くなった中、多分そのままこう歪ましてこうガーっていっても、その太さっていうのはこう残ったままねいったんじゃないかな、そういう風に聞こえてるんじゃないかなとは思うんだけど、でその後に QAC221 すげえクリア、うん、すごくなんかきらびやかというか、そうだね、うん、あのゴージャスだよね。ゴージャスだね。だから G スポットがすごいやっぱ太くて元気だっていう印象に対して、とにかく明るくてきらびやかでシャキシャキっとした感じ、そこが出てるんだよね。全部いろいろこれもともと、まあ、カナエは昔持ってて、うん、最初 G スポットでこいつ QAC に変えてる人間からすると、うん、一番エフェクターのノリが良かったのはこっち。あーなるほど。まあ、G スポットも全然ノリいいし、そうね、いいんだけど、うん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 、いやこんな違うかってのはね改めてまあでもあの俺ね改めてやっぱ G スポットは自分に合ってるなっていうふうに思った、うんうん、俺が欲しい音がしっかり出てるな。だからまあ G スポットを俺は選んで正解だなって思うし、まあでもこの QAC に移行した時のちょっと高いシールド感あ高級なシールドってこういう音するんだろうなみたいなね、うん、うん、あのキラッとしてくるね、カナレと比べるとすごい。そうだ、カナレを弾いた時に悪いとは一切感じないよ、うん、一番最初にカナレ弾いた時に、あ、これが、まあ、これだな、標準の音だなって、うん、なんだろうね、あのな、もうちょっとね具体的にカナレの音を説明したいんだけど、 みんなこうなんか標準的な音ですね、うん、みんななんかフラットな音ですね、フラットな特性ですねって言うんだけどさ、なんかもうちょっとひとひねりしたワードでみんな、ね、見てる人に伝えたいなっていうのはあるんだけど、なかなかこれがね、マジで特徴がないのが特徴みたいなとこあるからね。なんだろうね、なんて例えればいい。そう、カナレの音をね例える言葉って実は見つかんないのよ。あと水だね、水。あーなるほど。普通何にも無色透明の水。はいはいはい、あーなるほどうん、無色透明。ボルビックボルビック、ああなるほどね、みたいな感じ。ほんと水。そうか、逆になんかこういう風になっていくと、うん、なんか炭酸水とか、はい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 、うん、そういう感じ なイメージ。はいはい、なるほどね。味がついてない、まさに味付けしてない水だと。そうかなりは、うん、だからこう味付けのしてあるこのシールドっていうのがより生えてくるってことだよね、こう、うん、いやーこれはね改めてだけど、いや俺もさ、こう前にエフェクターボード自慢しようぜ大会みたいなやった時にこの G スポットのあまりの音の違いに驚いたんだけど、でもね、うん、やっぱ違うなっていうのは改めて実感だね、うん、で他のシールドも違うっていう。まあ、でも俺はやっぱこいつが向いてる、 G スポット向いてるなっていうので、
いや面白かった。このシールドもさ、ね、山ほどあるじゃん。山ほどある。マジでもう全部買ってってのはあれなんだけどまあでも親入れっていうのがどんなものかっていうのはちょっと あんまり知らない人が多いと思うから、これ伝えられたんじゃないかなと思いますわ。ちょっとうん、まああくまで手話の57で撮ってるから、その手話の57の特性でね、うん、どこまで伝えられるかっていうのはちょっとあれなんだけど、もしあんま伝わってないようだったらちょっとマイキングとか使うマイクとか見直して、シールドを伝えるためのマイキングとかもねちょっと研究してみて。でも親入れの魅力はね、それだけする価値があると思うのよ、うん、あと決してすごい高くはないじゃん。うん、両方ともそんな高くない。全然でしょ。全然だって美味しい。QAC だってそんな高くないし、なんかまあちょっと割高になるかな。そうね。そうだ、シールドって俺ね、だからね、まあ5メートル5000円くらい以上からやっぱ音の色付けっていうかすごい分かりやすく出てくるかなと思う。それ以下は大きな変化はないのか、そこまで、うんうん、圧倒的に聞いてて分かるってレベルのだったらかなり使えばいいと思う。5000円以下のものを大体だけど5000円以下のものを大体使うんであればかなり使ってていいと思う。でそれ以上にこう音に変化欲しいんであれば5メートル5000円以上のものっていうのはあるとすごく分かりやすい、変化が分かりやすい、うん、俺はそれで親入れにすごい感動した。なんだろうね。あとあのエフェクターのレビューもしかり、うん、このシールドのレビューもしかり、うん、なんかやっぱ弾いてる人のスタンスとかで、うんうんうん、あの欲しいものがまた変わってくる。そうだねとも思う、うん、俺みたくパワーでゴリゴリ押すタイプはやっぱ中低域強い方が気持ちいいし弾いてて、うんうん、でエフェクターを使ってやるんであればエフェクターのりが良くてきらびやかな、うんキューベーシュの方が合うしとか、うん、そのスタンスによって結構変わってくるとか、うんうんうん、ギターによってもきっと変わると思う。そうだね。だからそこまで考えていくとシールド選びも奥が深い、非常に、はいうん、でも変わるってのを知っちゃったからな音変わるって知っちゃったからな、もうこだわらずにはいられないのよね。ほんと悔しいけど、ちょっと僕もね、今後頑張ってきますわまあ今んとこ G スポットで満足してるからね、うん、そんな変える予定はないんだけど、いや面白かったね。じゃあまた次回もちょっと何かあったら見てください。よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。